京都製作所はインターフェックスジャパンにおいてパラレルロボット KPR350 およびモーションカートナーバリオ C4.5 を出展しました。 KPR350 はさまざまな製品を高速でハンドリングできる汎用性の高い3次元動作ロボットです。コンベアの製品を画像処理により姿勢を確認して毎分120個もの製品をトレーナーに整列移載します。その後カートナーのコンベアに乗せられバリオ C4.5 という包装機械で毎分300カートンの製品が包装されていきます。こちらのパラレルロボットの方なんですけれども、まあ従来のものと違いまして、まあ上に吊れるということでだいぶ自由度が上がっております。で実際にあの高速&ピック&プレイスの動作をしますので、まあこちらの方は弊社の独自のコントローラーで、最適な軌跡で、まあ移載することができるので、まあ商品に対しても優しく移載することができるようになっています。主にあの今回はあの医薬品向けであの展開させてもらってるんですけれども、まあ医薬関係に限らず食品、他にも乳業だったりいろいろなあの分野をあの目的に入れてますね。実際にはあの今センサーであのこちらの製品の方を検出してるんですけども、これとは別にカメラを見てあの向きを揃えて入れるということも可能です。Digging for news.